激しいプレッシャーかけてくる可能性もありますね。さあ両チームの選手たちが味の素スタジアムのピッチに登場してきました。さあキックオフの笛が吹かれました。ホームの FC 東京のボールでスタートをしています。青赤のシャツ、ホーム FC 東京が前半は左にエンド、そして右から左へと攻めていきます。白いシャツがアウェーのセレッソ大阪ということになります。清武、アダムタガートからさあコリン、マイコが抜ける、そして中へのボール抜けていく、シュートはバーの上、惜しいシーンでした。松木からバングラガンデカシーフ、もう一度松木を使う、松木からグラウンダーボール、ディエゴ・オリベレ、いやこれ入ってきた、うん、ポストだ、渡辺ローマのシュート、そしてアダユートンのシュートもまたポスト、2つ枠に嫌われます。 FC 東京何回かプレーするとね落ち着くと思うんですよね、はい。さあ長いボールですが、ここは森重、そして松木からアダユートン、キープをしながらバングナガンデカシーフ、すぐにクロスを入れる、ファーサイドへ流れていって、こうシュートは来た、渡辺ローマのボールです。前半はポストを叩きましたが、今度はしっかりとゴールネットを揺らしました。先制は FC 東京です。ファーストタッチを出らして蹴れるところに置いて、そのまま巻きシュートで逆サイドへ、ジアンパトリックが今どうかな、どうなりますか、ね、さあクロスが入ってきてファーサイドボレー、あー、おー、きたー、タイミングも難しいんですけれども、はい、あの相手のスローインのところからのメンバー交代でしたから、ここはキープをしながら塚川に渡す、塚川ダイレクトで浮かしていく、ヘディングシュート、また来た、ハットトリックです。この入り、クロスに対して入るタイミングっていうのは素晴らしかったですね、まあ、あれでディフェンスが今度に渡す、さあ中村穂高インナーで上がっていきます。そしてこの位置の阿部を使って、阿部からマイナスのボール、ゴールイン、サイドハーフの選手がサイドを起点作った時にあそこに走るっていうのは相手のディフェンスもやっぱり捕まえづらいんですよね。あ、さあ裏抜ける、さあルイス・フェリッピ、逆サイドにレアンドロがいる、どうするか、レアンドロに出した、レアンドロ流し込んだ、お、フラッグ上がっています、オフサイドディレイで残してます。うん、そしてここで長い笛、試合終了です。明暗分かれました、今日は渡辺龍馬のハットトリック、さらにはルイス・フェリッピにも得点が生まれて。